相変わらず逃げてばっかだな、お前は。いやお互いしっかり変わっちまったな。なあ、バレット。昔よくネズミ捕りをした気だ。お前間違って罠にかかったろ。あの時は笑ったぜ。でな。じゃねえか。
頭にぶっ飛べ。だと何にも終わっちゃいねえだろうが、だったら俺を殺せ、それで終わりにしてくれ。バレット、クヌア。お前だけ死んで楽になろうってか。なんだよそれ。ああ、俺を助けるんじゃなかったのかよ。俺は昔から変わらねえ。お前はうまくいかねえとすぐ諦めるんだ。許してくれ、ダイン。俺がバカだった。もっと他に道はあったはずだ。それなのに、金に目がくらんだ。代償はでかかったよな。でもよ、頭の中で声が響くんだよな、エレノアの声がよ。あんたバレットを恨んじゃダメ。あの人に罪はない。じゃあ誰が償ってくれるんだ。シンラか。ああ、シンラしかねえよな。殺せば殺すほど俺の心も死ぬ。心の中は真っ暗だ。ああ、もう死んじまいたい。でもそれができねえんだ。なんでだよ。エレノアもマリンもいねえ世界に何の未練もないはずなのに。もうマリンは生きてる。4歳だ。ミッドガルにいる。マリン、目がエレノアにそっくりだ。髪の色も。爆発事故の後、俺は抜け殻だった。ミーナを失ってお前も死んだと思ってた。後悔と罪悪感に押しつぶされる寸前だった。そんな俺が動き出せたのはマリンのおかげだ。燃え落ちる寸前のお前ん家で泣いていたのを助け出した。それからマリンが俺の生きる目的になった。だから俺から奪ったのか。俺がどれほどマリンを愛してたか知ってたよな。それなのに。そうじゃねえ。お前は俺の愛するものを全て奪ってゆく。ダイ、マリンのところへ行こう。一緒に。
ラムゾ・バレット、マリンがいることをどうして教えやがった。ダイン、俺の手はもう血まみれじゃねえか。もうどうしようもねえじゃねえか。Thank you.